決まった。ちょっと圧をくださいどうぞ、新ヤングどうぞ勝ったここで空港ファン勝ったからお前勝とろどうぞ残り3日でこの子に及んだ新ヤングまさかのそして、滅亡した負けたの武将隊始まって以来負けて終わるゲームまあ私ら、ま、3日で終わりだから出て飽きさせませんよまだまだ行きますからね、面白い行きますよどういかがでございましたありがとうございます今、1万5000の声を受けまだまだ進もうと思っております父上、2階から手を振って振られてる方ねおあ、誰あれ2階2階駅前なのに2階本当にいや本当にこの新演舞どうなることかと思ってた私さっき宗盛様の足踏んじゃったごめんなさい来てじゃなかったですか私それより演舞終わってからちょっと喋るとこあるじゃん気温がずっと制覇してないけど我ら久しぶりじゃもんな久しぶりなんか体力の衰え感じもすごいそうかこれこれ1ヶ月ぐらい言わないはい、おめでとうございますためとけ。ためとけ。私は最後にボーンと出せ。そうだそうだ。今ためとる。今ためとれない。今来てるから。今プクプクしてくるから涙が溜まって。今 60% ぐらいまで来てるから。結構溜まっとるね。まだ早いよ。そんなすぐ泣かん。そうそう一人に会えたら一気に来ますからね。一人。シギラ殿の。だからわしが1周年の時なぜ泣いたかというと、あつ森が泣いたから。わしもちょっともらえなくて。そういうことだ。人を差し上げた。違う、顔出しちゃういつ帰ってくるんだろうみたいなメッセージを送るな結構泣き虫多いですからね、基本痛いシゲイラ殿は心ないみたいそう、ロボットだから感動もせえし、涙もな、長さもせえしシゲイラ殿はいつもあれですかね裏行ってからあの、泣き方かっこ悪いちょっと今度、動画撮って YouTube にいやいや、何誰が泣くかの話とかの。はい。誰が泣きそう？みんな、ありがとう。一番じゃなかったです。なんか、シゲイラ殿は心がないみたいで。あ、そうです。あ、そうですよ。軽いですね。思いのほかあっさりされる。爆弾のボタンにね。しゃべらったと思う。平成で人の心を取り戻して帰ってもらえれば。はい。今のかな親の言葉をそんな簡単に言心がないと言われたら大丈夫かいやいやすいません、今のは夜明けという歌でございますもう CD なくなったのかなあ、ね、あと13枚ぐらいですまさに13枚だったのでもうないもう3枚シャクナーのキスがついてる待って、とりあえず明日3枚やったら楽しいだろすみません私それこそ裏で泣くわでもあれだな、わしらまだ終わってないから今買いに行くのはやめてな今買いだねダメよダメよまあ夜明けはあと3枚ということでございますがまあ、今やったのがちょっと新しい演舞で本当に行動に及んでたけど夜明けはちょっとグッと押し出した感じの演舞でございますが楽しんでいただけましたでしょうか夜明けも、まあ、10月ぐらいから歌わせていただいておるんですが私らこの歴史館去年1月の21日からこの歴史館で皆様におもてなしだったり演舞というのは土日祝はずっとご披露させていただいておりましたが、オープンの時からずっとわしらが魂を込めて一生懸命歌っていた歌がございますのでこれも一曲歌わせていただいてよろしいでしょうか